でありがたく、ありがたいっていう顔はしないんだな。普通に受け取ってね、ありがとうございましたは言いますけどね、僕に言ったってしょうがない。来たお客さんがお金払ってんだから、お客さんに俺言ってくれって言ってもね、来ないんですから、コンサートには。次の日に来るとかね、それでお金だけ受け取れてくるんですよ。面白くないから僕やめましてね、それで国連の方に、あと知り合いの方がいらっしゃったんで、そちらの方に行ったらもう大喜びですよ。それで600万か700万がそちらの方に寄付に行ったんですけど、まあ子供たちを助けるためのお金に使ってくれるということで、とにかく学校はできる。それで子供たちがその裸足で学校に通って靴がない人たちがいて、それが靴が買えた、それからシャツがボロボロになってるシャツを買った、それからノートがなくなったんだけどノートを買ったっていうお礼のね手紙がね、子供たちから来るんですよね。いや非常に僕は嬉しい思いをしたと思います。